JR 東日本本社ビルは東京都渋谷区代々木2丁目に所在する東日本旅客鉄道の本社屋である。ここでは東日本旅客鉄道が1987年から1997年まで本社屋とした旧国鉄本社ビルについても記す。国鉄民営化以降東日本旅客鉄道では東京都千代田区丸の内の旧国鉄本社ビルを 本社屋としてきたが、国鉄生産事業の一環から、解体撤去の上で、売却される運びとなった。かくして、それに代わる、新たなる本社屋の建設計画が策定された。新社屋は、渋谷区代々木の JR 新宿駅新南口付近に位置しており、1994年9月起工、1997年9月17日に、竣工し、 同月29日から本部業務を開始している。地上28階、地下4階建て、敷地面積24,234平方メートル、建築面積3,225平方メートル、延べ床面積79,070平方メートルで、高さはそれぞれ、最高部150.15メートル、健康十九点一5メートルの超高層。建築主は、 東日本旅客鉄道。設計は新本社ビル設計共同企業体。新本社ビルは将来の変化に対応可能な可変的な空間づくりをコンセプトとし、柱の少ない自由度の高い空間づくりを実現するため、スーパーフレームという大加工を採用したほか、電波の反射障害の緩和とビルの正面性獲得を狙った。 大小二つの局面ファサードも採用した。東日本旅客鉄道は、小田急電鉄と共同で一体の開発に着手し、同社は、JR 東日本本社ビルと単位になる小田急、サザンタワーを建設した。また小田急の線路をまたぐ高さ10メートルの人工地盤を作り、その上に公開空地である、新宿サザンテラスを整備した。 この JR 東日本本社ビル、小田急サザンタワー、新宿サザンテラスを合わせた新宿駅南口、再開発事業は新宿サザンプロジェクトと続称されていた。旧館部分は関東大震災で庁舎が倒壊した後、1923年11月22日に建てられた木造バラックの仮庁舎を使用していた。 鉄道省の新庁舎として1935年1月4日に着工され、1937年12月12日に竣工し、終末式が行われた。竣工後、第2機として増築される予定であったが、戦争により実現しなかった。竣工後には本建物前から東京駅前の間を結ぶ地下道が戦前に設けられた。 第二次世界大戦中においては、空襲対策として1941年より、屋上に設計上1トン爆弾に耐える厚さ約50センチメートルの対断層を設置した上、窓に木製の角材を用いた爆風除けを設置し、外壁をペイントで黒く明細塗装する工事が行われた。これらのうち、対断層は解体まで残っていたが、爆風除け及び明細塗装は、 戦後取り除かれた。その後、第二次世界大戦中の空襲で、庁舎消失した後は、木造2階建てのバラックを庁舎としていて、しかもその地は、東海道新幹線の建設工事関係で移転が、望まれていた東京鉄道局を収容するものとして、戦術の第二期として増築される予定であった敷地に、庁舎を建設する検討がされ、 旧館を増築し一体の建物とする案並びに独立した建物を建てる案が考えられたが日本国有鉄道では1960年7月の常務会で独立の建物として新館を建てることが決定され工事費約24億3000万円を費やして1962年12月に竣工した新館竣工後新館には旧館から 国鉄本社及び運輸省が移転し、旧館には冷房設備が設けられた上、東京鉄道管理局などが入居した。なお運輸省は、その後1966年9月に、霞ヶ関合同庁舎へ移転した。国鉄分割民営化となった1987年4月1日からは、東日本旅客鉄道株式会社の本社屋として、使用された。 その後、敷地売却のため取り壊されることになり、入居者が退去した、貢献学会が開催されるなどした。2011年5月29日現在この地には、丸の内オアゾが建っている。旧館は、鉄骨鉄筋コンクリート構造地上8階、東屋2階、地下2階建てのべ4777平方メートルの本館と、鉄筋コンクリート構造地上3階、 東屋1階、地下1階のべ1235平方メートルの別館があって、間取りは中庭のある中廊下形式であった。設計は、設計主任、岡崎康光、工事主任、伊藤茂。新館は、鉄骨鉄筋コンクリート構造地上9階、地下3階、のべ35740平方メートルの規模の建物で、 新館の完成により既存の庁舎は、休館とされた。ABCDEFG、JR 東日本本社ビル、新建築1998年5月号、AB、JR 東日本発足からの歩み、会社要欄2012から2013、東日本旅客鉄道 ABCDEF、JR 東日本新本社ビルが竣工交通新聞。 P1AB 鹿島実績紹介 JR 東日本本社ビル2014年3月8日閲覧 AB 東日本旅客鉄道株式会社20年市1987.4から2 0 7 3 4 4 9ページ新宿駅南口再生計画で揃う JR 東日本が本社ビルを小田急と共同開発 読売新聞1992年9月9日、日本国有鉄道100年一11441から442ページ、日本国有鉄道100年史14150ページ、日本国有鉄道100年史14150ページ、日本国有鉄道100年史14150ページ、日本国有鉄道100年二9266から268ページ、 日本国有鉄道百年史9267ページ、日本国有鉄道百年史9267ページ、日本国有鉄道百年史、年表310ページ。ありがとうございます。